子供のまーちゃんです。はい、始まりました。駅橋ですね。いきますよ。はい、では疑問、これお母さんたちもね、子供と一緒に考えてみるのもいいと思います。子供がなぜ勉強が嫌なのか、で自分はどうなんですか、自分は勉強は嫌だったとかね、それはなぜですかとかっていうのもね、いろいろこう人の気持ちになってみるとわかると思います。勉強しなさい勉強しなさいってね、繰り返してもね、勉強ができる、できて成績が上がるんだったら何回も言っていいと思います。だからよく言うのは、営業でもね、パワハラとかそういうので叩いたりして、成績が上がるんだったらどんどん叩いてください、怒ってくださいと。でも成績が上がらないんだったら怒らないでくださいっていうのと同じですからね。はい、ということで、今日の疑問は、勉強が好きになるにはということで、はい、駅経様のお言葉は、盲は通る、我より同盲に求むるにあらず、同盲より我に求む。何言ってるか分かりませんね。はい、簡単な内容としては、知りたいと先生に教えを求めるなら、頭の中の暗い霧が晴れて明るくなるよということだそうです。だから素直に先生教えてください教えてってね、こうね、授業とかね、勉強時間終わってね、その中で分かんないことがあったら、先生にね、職員室に行って、先生これ分かんなかったんですけど教えてくださいってね、いう感じで、聞くということで、頭がこのモヤモヤ感がなくなるというね、ちょっとね、いろいろ撮ってたんですけど、はい、ということで、それで盲は通る、我より同盲に求むるにあらず、同盲より我に求む、こういうのをさ、なんか覚えてたらかっこいいよね。誰かがさ、モヤモヤしてて、わかんない、これどうしよう、誰に聞いていいんだかわかんないから、どうしようとかって悩んでたらさ、なんかその友達に、盲は通る、我より同盲に求むるにあらず、同盲より我に求むだねとかって言ったらさ、はとかって言いながらさ何言ってんのって。いや、なも頭の中でね、モヤモヤしてるときは素直に先生に教えをこいなさいということなんだよっていうことだよって言って、はあみたいななんか何かこつけてんだよみたいなね。まあそれも面白いね。はい、勉強が好きか嫌いかは君の姿勢で変わるよというところですね。深くいくと、勉強は先生にしなさいと言われてするんじゃなく、君が知りたいと先生に求めてするもんなんだよと。盲とは知識に暗い、イコール教養が乏しいという意味。なるほど、盲は通る、盲だ、よく知っている、詳しいことを、逆に知識に明るいというと、よく知っている、詳しいことを言うんだ。と。
で、わからないことをそのままにしておくとますますわからなくなってくるね。先生がいくら教えてくれても君の頭を素通りするだけになってしまえるよと。ああ、だから門は通るんだ。なるほど。知りたいこと。よくわからないことは積極的に先生に聞いてみよう。先生は喜んで一生懸命に教えてくれるはずだよ。学んでいけばもやもやしていた霧が晴れて明るくなる。だって明るくなっていろんなことがわかるようになると君が持っている才能が発揮されてくるんだよと。これは勉強だけでなくスポーツや習い事でも同じですと。君に学ぶ姿勢と準備ができた時から本当の学びが始まるんだよっていうことでね。まあ結局これ言いたいのはね、好きになるか嫌いになるかは自分がこれわかんねえな、知ってみたいなっていう思いがちょっとでも出たらもう好きの入り口に立っているということなんだよね。で先生にって聞いてみて、ああすっきりしたってね、アハ体験だからな、脳学者が言ってた。そうすると、あ、勉強好きになるね、達成したから。人間の脳ってそうなの。こうできればね、わ楽しい、また次こう達成したい、 もっともっとってなるんだよね。そこがまーちゃんがこの年になってもね、お年寄りになっても勉強したいのはそこなの。面白いよマジで。で科学とかの研究結果ではね、脳の使い方をね、文字とかね、電子版とかそういうじゃなくて本とかちゃんと読んでね、新聞とかね、まあそういう風な書物を読むことに読んだり書いたりすることでボケないんだってね。でその知能という部分では衰えることはちょっとはあるけれども、その維持することはできるんだって。ってことは高い意識維持のままずっと死ぬまでいけるってことですよ。楽しいよね、楽しい体験。ほんとね、難しいものから取り組むんじゃなくて、簡単なものから取り組んでいった方がいいし、一個一個やった方がいい。全体を見ない、一個一個、一個一個やること、毎日一個一個やること。調子よかったら2個やればいいし、調子よかったら3個やればいいしっていうことなんだよね。でまーちゃんは例えば今日なんか調子いいから午後からこの YouTube をね、4本も5本も6本も撮ってるんだよね。編集とかいろいろしながらこれを新しいこれをやりたくてやりたくてね、すごいこう編集時間かかるんだけど、まずね教えたくてね、やりたくて、子供たちをね大人になった時素晴らしい大人にさせたくて、これを聞いてる子供たちがね、立派な成人になって立派な人格者になって、育ってほしいという願いからやってるんですよ。まあそれもね、やっぱり大和魂とか日本人になって、本の真の日本人になってほしいからそうやってるんでね。今の教育とか勉強はね、言っちゃ悪いけどね、偽のあれ勉強だから、あれは試験に合格するための勉強法だから。ただねそれをうまく大人になったら人のために使える勉強方法に変えていかなきゃいけないということを
自分で自覚すればすぐ覚えると思う。人のためにだから、テストのために、自分のためにって、やっぱなかなか覚え、まーちゃんは全然ダメだね。自分のためにやるってやる気出ない。なんか知らないけど、これ使命なんだと思う。生きてきた、なんか人のために尽くしたいっていうのが強くて、人のためだったら覚えたり、いろんなことをしたり、助けてあげたいっていうのは強くて、うん、でいろいろやっちゃうんだよね。うん、はい、ということです。まあね、勉強のところは、まあさっき言ったんだけど、まーちゃんの娘にも言ってるけど、勉強は試験のためじゃなくて、大人になった時にね、周りの人たちを助けるために使う道具だよと、それが知識だよと。だから、あ、たくさん知識を得てね、大人になって人を助けなさいっていうことで、行くと学校で、教わることをね、たくさん学んだ方が、大人になった時にたくさん、一人でも多く助けることができるよということを伝えてます。はい、では次に行きます。はい、では疑問です。ビッグになりたい。ビッグだって、要は大物になりたいということですね。はい、駅教先生のお言葉は、大竹は剛健徳実にして、気功あり、日々にその徳を新たにす。わかんないね。訳としては、地道に積み重ねた力はやがて大きな蓄えになって光り輝くよと、丁寧に一歩一歩日々新しく歩んでいこうということなんですね。やはりこうね、積み重ねた力っていうのがね、やっぱり人間にはね、蓄えていって、こう輝いていくっていうことなんだけど、地道とかってね、こだわらないといいと思う。こだわるとね、ダメだよ。うん、この年になってよく分かったんだけど、こだわりとかって周りが言う言葉であって、自分がね、地道にとかってそんなん関係ないんだよね。積み重ね、毎日やるっていうだけ思ってればいいだけで、で、努力のところでね、報われる、努力したから報われないとかっていろいろあるんだけど、だけどここにつながってきて、努力ってさ、積み重ねて蓄えになるの。だけどその努力は、例えばその野球でも何でも、一つなんか、まあ野球でいいや、サッカーでもいい、サッカーで努力した努力した、でも報われなかった、優勝できなかった、勝てなかった、でもね、毎日毎日走ったり筋トレしたりボール蹴ったりとかって、いろいろ毎日の努力を積み重ねてきたでしょ。でそれが実らなかった。でもね、積み重ねてきたそういう努力っていろんなものが含まれてるんだよね。体にしてもそう、才能にしてもそう、いろんなものが含まれてる。で自分の心に手を合わせて、自分はこれから何をしたいかって、これからの進路とか、これから先将来どういう人になりたいかね、ビッグになりたい、社長になりたい、何になりたいって思う時が来るんだよね。その時に実らなかったその努力は、これ今度そこにつながるんだよ。でそこにつながって、今度努力が報われない、才能が開かなかったものが、自分の思い通りに、自分が思ってるそれの道で、こう成功したい、楽しくやりたいっていう思いがあれば、それって何て言うんだろう、入り口で、こう自分の才能を出せる入り口、そういうものがこう頭の意識の中で、才能さんがね、ここに行くんだよって
あなたがこう積み重ねてきたこの努力の仕方とか、こういう努力っていうのはね、大人になった時に花開くようになってるんだよって。場所を変えればいいんだよ。サッカーという場所じゃなくて、今度会社という場所とかね、そういう社長という場所とかね、そういうところに同じく努力積み重ねると、今度は才能というものが開くんで身になるんだよっていうことなんだよね。うん、それをまちゃんが言いたい。そうなんですよ。だから自分の持ってる才能ってわからないけど、どこか合う時あるから、その才能ってね、裏返しでもあったりするんだよね。まーちゃんはよく変に目立っていじめられたりしてたんだけど、この変に目立つってもうすごく嫌だったんだけど、お笑いやったら逆に目立つでしょ？目立つ仕事なのに、もう目立ってるから、光ってるから、もうみんなが来るわけで、面白いこと言ったらみんなが笑うわけで、結局こうプロの道に入っていくっていうね、そういうことになるんですよ、簡単に言えば。そういうことなんで、自分のやりたい、そういうふうな弱点をちゃんと分析把握すること、だから自分自身をちゃんと見つめ直すこと、自分自身はどういうふうに生きたいか、自分の心に聞けばおのずと心が答え出してくれるからね、行きたい道へ行くべきだと思う。うん、はい。で、まあ最後にね、地道にコツコツ大いなる力を蓄えようということで、地道にコツコツなんて嫌だなって思うかもしれないだけど、駅教先生はね、急速に目覚ましく成長するより、目立たなくてもゆっくり大きく成長する方が素晴らしいと一押ししているよと。貢献は障害があっても、要はなんかこううまくいかないことの壁とかね、あっても着実に前に進んで、特実は何事にも誠実に向かい合うことっていうことなんですね。で、成長するって上に向かうイメージだけど、それだけじゃないと。君が本当にやりたいことが何かの事情でとどめられる時だってあるんだよと。そういう時でもコツコツと力を蓄え続けることはできるんだよと。長い時間がかかっても毎日少しずつ努力を積み重ねていけば、いつしか富士山くらい大きな山積みの力が君の倉庫に蓄えられるよと。日々新しく小さな前進、小さな感動やひらめきを見つけながら継続していきましょうと。それが力になって君を内側から輝かせる光になっていきますよと。やがてその光が少しずつ外に漏れ出して力が生かされる時が来るよということね、を先生は言ってますよ。うん、でもこれってね、見てないけど、まーちゃん言ってることとほとんど同じだね。ね。うん、だからゴミも、ゴミじゃない、塵も積もれば山となるっていう言葉あるんだよね。うん、分かんなかったらお母さんとかお父さんに聞けばいいと思うけど、ね、ゴミもね、掃除しないで黙ってるとね、山になってね、ゴミだめみたいな、ゴミの山になるっていうことよ。だからそれがね、ゴミじゃなくて、毎日続けた努力というね、そういうなんか力が毎日貯めていけば、それ山になるじゃん。で、大きくなるじゃん。で、それが力になるんだよと。で、いつかね、必ず自分がやりたいという道が出てきたり、やりたいと思うものの時にそれが爆発してね、一気にこう花が咲くっていうのが言ってることですね。はい、あら、手振っちゃった。お時間でした。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあ